と。なんか匂いするね。ああ。これなんだと思う。これ小豆じゃないの？小豆じゃない。生まれて初めて。おいしい。初めて食べた生まれた衝撃だわ。一生の思い出です。マラチルとカレーと。我们现在在四方耶，马哥萨卡的。然后今天的话，我要带阿妈一起吃台湾的美食。然后呢，这附近有上上枣湖，哇，好期待！我好久没有吃台湾的料理，然后阿妈的话第一次吃台湾料理，所以呢，我们 Let's go go。おばあちゃん、今から行くお店は台湾にもあるチェーン店なの。楽しみだ。楽しみだね。まあ、そっちの牛肉麺とても美味しいです。牛肉麺だって。想像つかないわ。想像つかないね。楽しみで。ね、なごごば。はい、ここでーす。ここが牛肉麺のお店なんだけど、すごいこういうの見たことないでしょ。ないないない。入りましょう。美味しそう。好，我们进来了。然后，おばあちゃん何食べたい？何でもいいです。初めてだから。初めてだから。牛肉麺っていうのが一番有名。卤味也有。有很多小菜是台湾没有的。阿妈皮蛋食べたことありますか？ない。皮蛋豆腐。很多日本人不敢吃皮蛋嘛，因为在日本很少看皮蛋啊。哎呀，我超级想吃盐酥鸡，还有鸡排呀、啊。第一个就也有。妈妈，它这很特别。什么？它还有牛骨毛丁，是肉比较多，是不是？啊，鸡排。还有白饭。白饭是日本人的吃法吗？阿弥陀佛。台湾榨菜，这是妈妈的最爱。中文可以吗？可以的。哦，哎，对。有妈妈是大。真的吗？你是台湾人吗？我是台湾人，你好吗？すごい。すごい。啊，那我们要牛肉面。おばあちゃんどう？見たことある？ない。ないでしょ？生まれて初めて。これが牛肉麺、牛肉麺。で、これが大根餅。聞いたことある？大根餅。全然ない。萝卜糕。これがファーズワンって言って、イカのボール。で、これがルーウェイって言って、台湾の煮込み料理。で、これがピータン豆腐。ピータンと豆腐。で、これが台湾の唐揚げ。盐酥鸡。生まれて初めてで、まあ嬉しい。嬉しいね。じゃあ先に牛肉麺食べようか。じゃあいただきます。いただきます。いただきます。生まれて初めて。うん、美味しい。美味しい、本当？うん、本当に美味しい。美味しい、美味しい、美味しい。美味しい、美味しい。ね。ね。我好久没有吃这个味道，真的很感动。是台湾味吗？有台湾味，但是没有日本人不喜欢的味道。哇，没想到在日本吃到很好吃的牛肉面呢。これもいただいて。有。大根餅。これも美味しい。柔らかくて。柔らかくて。この萝卜糕のこの醤油ちょっと日本の味じゃないんです。これは醤油糕って言って、ちょっとトロトロした甘みが。すごいこのあんかけみたいな。あんかけみたいだね、確かに。外面是很脆，然后里面是ふわふわ。これもいただいて。みんな美味しい。おいちキコキコして。豚の頭の皮。猪头皮。我们在台湾的时候常常吃的卤味是比较重口。これもいただくね。やっぱり甘全部美味しいですね。美味しい甘い。甘いね。ちょっと甘い。美味しい。这个是真的是台湾的味道啊。いつも食べてるの。よく食べてるの。台湾の人は美味しいの食べてるね。我在日本吃过的那个台湾鸡排的味道是不是台湾味？おばあちゃんこれも美味しいよ。いただくね。いただきます。いただきます。これイカボールですよ。イカボール。こういうの日本にあんまりないよね。これもないし、これも。おばあちゃん。
これ何のためだと思う？わかんない。ザーザーって言って、うん、ちょっとだけこれを入れるの、うん、そうすると味がちょっと変わるから、うん、食べてみて、うん、味違うかな。全然変わる。おいしい。どっちの方が好き？入れたやつと入れないやつ。入れたやつがいいね。入れたやつの方がいいな、うん、おいしい。うん、初めて食べた。初めて食べた。今度食べに来よう。タクラ行った一人で。また一人で食べに来るって。天狗じゃない。え？あまこんすね。ね、うん。おばあちゃんじゃあさ、これもさ食べてみよう。おばあちゃんこれ日本人普通食べれないんですよ。あんまり好きじゃないの日本人。これがお豆腐ね。うん、お豆腐にピータンっていう。卵のあれ？そう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 。アヒル。アヒルね。はい。いただきます。そう、一口でいった。生大好きですか、うん、みんな、うん、タレも美味しい。美味しい。まあ台湾人ですね。おばあちゃん、この中でどれが一番好き？これですね。これなんだ、うん、ルーウェイ。おばあちゃん、台湾人はこれ、ルーウェイとビール一緒に食べるんですよ、うん、夜 の、 あの夜食文化、うんうん、あとおばあちゃん、これ食べてください。これはあの牛の胃ですよ、うん、食べれる。美味しい。柔らかくて。ほんと？マシュメロですね。美味しいね。うん、美味しい。じゃあ、ちょっと喉乾いたと思うから、うん、これがアップルジュース、うん、台湾のもう超定番の飲み物、うん、じゃあ、乾杯。乾杯。今日はありがとうございました。シュワシュワで、うん、あー、カリッとしていいね。いい？おいしい。甘すぎない？大丈夫？甘すぎない。甘すぎない。ちょうどいい。ピリピリして、これもおいしい。甘い。喜欢猪头皮耶。キコキコして。これおじいちゃんも好きかな、うん、あとね、おばあちゃん、これがあって、うん、これがヘイソンサスって言うんだけど、うん、この味が面白いの。いや、待って、びっくりしちゃうかも、ええ、どう？なんか匂いするね。これ日本人はよく湿布の味がするっていう。うん、そうだわ。みんなこういうの飲んでるの？好きな人は好き、嫌いな人はあんまり好きじゃないけど、でもなんかおばあちゃんめちゃ飲んでるね。うん、お父さん教えたの。教えてあげようね、うん、あ、好きなのね。おいしい。台湾戻りました。戻りました。そうだね。わあ、先生、招待。ありがとうございます。ありがとうございます。这是台湾人の子供たちのおかずですよ。ちっちゃい頃からもずっと好きです。これお芋、あのさつまいも。これ超美味しいですよ。みんな食べて。美味しい、美味しい。初めて食べた、生まれて。みんな感激だわ。衝撃だわ。幸せです。幸せだね。价格有点小贵哦，但是为了能吃到正宗的台湾料理，在国外多少钱都 OK。外国行った人は自分の国のあれね、帰ってきて食べるのがこんな美味しいと思わなかった。おかげさまで。日本にできても8年目。もう8年目。あ、そんなの。ごちそうさまでした。どうも。すごい美味しかったです。美味しかったです。じゃあおばあちゃん、その次タピオカ飲みに行こう。ごくぼう。はい、到着しました、おばあちゃん、タピオカ飲んだことある？ない。そして今回のは、ね、春水さんは結構有名な店舗です。台湾で。じゃあ中に入ってみましょう。里面ごくぼう。はい、入りました。そしてここのお店は、ね、台湾でもちょっと高級な感じのお店。感じのお店なんね。じゃあミルクティーでいい。ミルクティー。那我来试试看珍珠抹茶。这很日本。对呀、啊，我觉得这个是日本才有的タピオカ、イチゴ抹茶、太白日币。有钱人呢。哎、欸，我们可以再点一个 mini 小豆花，然后让阿妈吃吃看。好啊，好啊，可以啊。那我们点餐吧。好。嬉しい。おばあちゃんの初めてのタピオカです。あほ、見ておばあちゃん、これ、うん、中に、うん、あこれ何だと思う？これ小豆じゃないの？小豆じゃない。小豆のこと台湾で違う違う違う、全く違うものだよ。全く違う、うん、うん、柔らかい、うん、
美味しい、もちもちしてもちもちして、初めて食べた、初めて生まれて、でもしてたんでしょ、聞いたことある、名前は聞いたことある、那我打次抹茶珍珠、いただきます。抹茶的味道很浓呢，哎，这个抹茶的味道是日本的抹茶，因为台湾的抹茶是比较甜甜的。啊，美味しい，すごい美味しい。日本のミルクティーと味違うんですか？こっちの方が美味しい。あっさりしてて、しつこくなくて。おばちゃんこれも食べて、豆花で台湾のデザート。へえ、いろんなのあんだね。味が濃くないからさ、濃くないからあっさりしてね、体に優しい味、これもそう、美味しい、美味しい、おばあちゃんの一口飲んでいい、どう、ね、台湾のミルクティーだ、これ日本にないよね、この感じのミルクティー、ではない、日本のミルクティーもうちょっと甘いかな、そう、ラーメン自主ツバ、美味しい、美味しい、ごちそうさまでした。みんないただいた、美味しかった。美味しかった。すごい、おばあちゃん今日食欲すごい。そう、美味しかった。まあ、初めてが合うね。美味しいね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。一生の思い出です。マラちゃんとカレーと。はあ、ジェシューだ。どうだったおばあちゃん。大美味しかったです。美味しかったですね。大変美味しかったです。初めての体験だね。そう、初めて。おばあちゃん很开心，然后就我们也很开心，对不对？すごい美味しかったね。どれが一番？どれもみんな美味しかった。おお、よかった。印象残ってるやつとかありますか？タピオカはあの小豆だと思ってた。ずっと小豆だと思ってたんだね。すごい柔らかくてふわふわして。ね、あの食感面白いね。面白いね。しかも味もさ、あのちょうどいい味ね。ちょうどいい味。今天的话，好感谢阿曼很喜欢台湾料理呢，所以我觉得很多日本人很喜欢台湾料理。然后呢，没想到在日本可以吃到正宗的台湾料理，很开心呢。那今天的影片到这边结束，欢迎来到你们的安葬安迪耶，还有开启小铃铛，还有 follow 我的 Instagram 马拉哈罗哦。然后真的谢谢18Thanks大家，让我们可以继续拍影片，很感谢大家，ありがとうございます。どうもごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いろいろとありがとうございました。那下次的影片很好看，所以大家一定要期待一下哦。それじゃあ、バイバイ。バイバイ。おいしい。甘いバター走。它里面有馅。馅。对，妈妈会讲馅。